親分はイエスタワー、パチ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 、パフ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 、毎度おなじみの親分はイエス様でございます。ご家庭内でご不要になりました悩み、問題、依存症などはございませんか？ございましたら多少に関わらず聖書と交換いたしております。ということで、月曜日のお昼前のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか？パーソナリティのしんちゃんです。けんちゃんです。よろしくお願いします。親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会い、イエスキリストと出会って、泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。わしらの親分はイエス様や。これからわしらはイエス様の愛を伝える人になるんや。アメン。これは本当にあった話で、彼らは今もイエス・キリストと共に最高の人生を歩んでいます。この番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書、そして教会について、音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります。実は私たちも以前は問題を抱え、苦しい思いをしながら生きてきました。でもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え、今は喜びでいっぱいです。私たちは自分が身をもって体験したからこそ、今苦しい思いをしている人に希望がある、人生やり直せるっていうことを伝えたいのです。イエス様という素晴らしい親分を紹介したい、そんな思いでお届けする番組です。番組ではキリスト教って何、教会ってどんなところという皆さんからの質問をお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。ファックスは 098-934-8653、 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームで音声と映像を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またツイッターとも連動していますので、どんどんツイートしてくださいね。ということで、早速今日の聖書の言葉いってみましょう。今日の聖書の言葉、ルカの福音書2章11節。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アーメン。あれ、しんちゃん。はい。先週と一緒。え、先週も一緒じゃなかったですか？先週も一緒でしたね。はい。手抜いてないですか？手は抜いてまさか。これ大事なんですよ。大事なんですよ。クリスマスだから、12月だからね。そうそう。12月だから。そう。はい。連続。本当に大事だよ、本当に。はい、うん。どんだけちょっと大事だか、あのね、けんちゃん。これ、まあ、うん、今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれました、うん、この方こそ主、この方こそ主キリストです。あ、イエスキリストの誕生の時のお話ですが、うんうん、2015年前、はい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 、まあ、小さい時にね、例えば昔話とか、はい、日本昔話とか、うんうん、昔昔、昔そうそう、うん、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいたそうな、みたいな、あのいつ頃なのか、うん、どこなのか、うん、実際に全く分かんないですよね。それは実際にはなかった話だからですね。じゃあ、おら、あんころ餅が食いてえな。そう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 。あれもなかったんだ。そうそうそう、そういうことですね。あ、ないんだ。昔の話ってそんなじゃないですか。ああ、はい、うん、そうですね。イエス・キリストの誕生に関する聖書の記事は、うん、それとは反対に、はい、いつの時代で、うんうん、どこの場所で生まれたかがはっきりと記されています。うん、おー、いいですね。それはイエス・キリストの誕生が、はい、架空の話とかおとぎ話じゃなくね、はい、歴史を実際に起こった出来事だからです。実際にアンコロ餅も食ったと。あ、アンコロ餅食ったかどうかわかんないけど、はい、そういうことです。で、うん、映画ファンなら、うん、知ってる、ちょっと古い映画ですけど、有名な、ベンハーという名作がありますね。うんうん、この原作者、リュー・ウォーレスは、はい、大のキリスト教嫌いの友達から、うん、未だにバカバカしい聖書の教えを信じてるインテリが大勢いると。
君は教養もあり、なかなかの思想家だから、うん、イエス・キリストは歴史上架空の人物だったことを証明する本を書いてみないかと言われました。そしてたくさんの資料を集め、うん、そのような本を書こうとしました、うん、あ、これはなかったんだよと。あ、そう、キリストっていうのは、うん、あの架空の人物、そうだ、人物だよっていうものを証明する本を書くために、この頭いいからね、この人は。証拠集めした。そうそうそう、それを集めたんですよ。はい、そしたら、そういった本、資料を集めてね、うん、そんな本書こうとしたら、うん、調べれば調べるほど、キリストが歴史上存在していたことを否定できなくなり、はいはいはい、ついにイエス・キリストを救い主と信じました。ミイラ取りがミイラになっちゃった。ああ、なるほど。ハレルヤ。そして今度は集めた資料を用いて、イエス・キリストは本当に救い主であるという立場から書いた本、あの映画がベンハーというわけですね。そうなんですか。はい、へえ。本当はこの人はこのキリスト教は、うん、キリストはいなかったんだということを証明しようとして始めたのが、はい、ああ、じゃあ事実だったんだなっていうことになっちゃった。なるほど。はい。ということです。はい。ありがとうございます。いいですか。はい。はい、ということで今日のお祈り。今日のお祈り。イエス・キリストが、イエス・キリストが、人間の歴史の中に、人間の歴史の中に、現実に来てくださったことにより、現実に来てくださったことにより、私たちの救いも、私たちの救いも、現実となったことを、現実となったことを、感謝します。感謝します。イエス様のお名前によりお祈りします。イエス様のお名前により、ありがとうございます。アーメン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 。はい。じゃあ曲いってみましょう。はい。昔々ユダのベツレヘム。おびっさん、おはようございます。
親分はイエス様、イエス様、ハレルヤ、はい、ということで、はい、やってまいりました親分はイエス様、先週はですね、もうすぐクリスマスということでしたけれども、うん、今週は間もなくクリスマスということでですね、やっていきたいと思います、はい、親分はイエス様ですけれども、はい、はい、ケンちゃんね、うん、今日はなんだかスタジオの中が賑やかじゃござんせんか、はい、あの素敵なゲストに来ていただきました。そうですね、早速インターナショナルでしょ。インターナショナルな番組ですよね。親分は S 様、うん、今日はね、うん、なんとね、うん、台湾の方から、お、うん、台湾からワイバムの人たちと、はい、長澤さんです。はい、はい、じゃあハレルヤお迎えします。今日のゲスト、はい、台湾ワイアム、台湾チームと長澤さん、ワイアム沖縄の長澤さん、はい、こんにちは、こんにちは、ようこそ、はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。久しぶりです。はい、いや、なんかいつも出ていただいてありがとうございます。いや感謝してます。なんかね、台湾からね、うん、いっぱい、ね、そうなんですよ、日本に、うん、祝福を流したいって、はあ、日本大好きで大好きでしょうがない人たちが、はあはあ、日本に本当に神様の愛をプレゼントしたいんだっていう心を持って、はあ、台湾からわざわざ来てくれてるんですよ、はあ、ありがとうございます。そして、この台湾チームが今日はですね、うん、代表して、はい、デイビッド、ジョーさん、はいはい、明日のジョーみたいですね、はい、はい、デイビッドジョーさんに、さんさんはお早上好、よろしくお願いします。おはよう、おはようございます。おはようございます、はいはい、今日はですね、デビッドさんのですね、お話をちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、ねはい、何歳ですか、デビッドさん。 So, how old are you right now? I'm 34 years old. 34? 34? Yeah. 全然見えないですね。どう見ても33ぐらいにしか見えないですけど。はい。嘘。じゃあもっと若く見えます。もっと若く見えます。若く見えます。うん、本当にね、わざわざ台湾からありがとうございます。感謝します。ありがとう。はい。今日はなんかラジオを通してですね、うん、皆さんに何か伝えたいことがあるという、ことなんですけど、はい。はい、それをですね、今日聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まずですね、通訳を長澤さんに。はいはいはい、よろしくお願いします。大変ものですけども、あの、はい、どうですか、沖縄は初めてですか。 So, how many times are you coming? First time, first time. 初めて、first time、 How was 沖縄、どうですか。 Wow, beautiful. Beautiful. とても綺麗です、そうですね、はいはい、Good. Good. とても良いです。とても良いです。 Very good. Very good. とても良いです。いいですね、はい、食べ物なんかどうですか、食べ物。 How about the food?Oh, very delicious. Delicious. おいしい。そば、そば。おいしい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 。食べた。ああ、よかった。台湾の料理でうまいのは大根餅って書いてあるんですけど、大根の餅があるんですか。メッセージが来てた。So the Taiwan traditional food is like a mochi with the 大根。How do I say? Rice. The veggie.In the veggie, sticky rice. あるのかな。あるんかね。うん、oh. おお。Yes, yes. おお、好きです好きですって。はい、おお、なるほど。はい。ですね。メッセージ読んじゃう。はい。メッセージも読んじゃう。メッセージ。うん、はい。あ、そうですね。メッセージも今日来てるんですよ。うん、早速。かなさんちらさんからですね。ちょっとさっきのメッセージ読みましょうね。はい。はい。お二人さん、おはようございます。おはようございます。かなさんちらさん。おはようございます。おはようございます。今日は素敵なゲストさんがいらっしゃる。てるようですね。今日も楽しく聞いてます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。どうもいつもありがとうございます。素敵なゲストが来られてますねってメールが来てますけど。はい。Looking through the internet, so はい。デビッドさん。Your face. 独身ですか、デビッドさん。Are you single?Yes, I'm still single. 独身です。独身ですよ。独身ですよ。イケメンですよ。イケメンです。はい。チャンスですよ。はい。ですね、はい、早速、うん、早速ね、うん、聞いていきたいなと思うんですけど、はいはい、お話をいいですか、お話を、はい、そしたら今からですね、ちょっとこのデビッドさんがどのような人生を送って今ここにいるのかということをちょっと皆さんに分かち合いたいと思います。はいはい、お願いします。Good morning, my name is David Zhou. はい、デビッド・ジョーと言います。I'm from Taiwan. はい、台湾から来ました。
I have been a Christian for more than 20 years.、うん、私はクリスチャンになってもうすでに20年以上経っています。However, I was never born again. でも私はまだこの生まれ変わるという体験をしたことがなかった。When my mom was pregnant with me,、うん私のお母さんが自分のことを身ごもったときに、My parents did not expect to have me in their lives.、うん全然もう欲しいと思わなかったんですね、この子供のことを。So,、I have an orphan spirit in me.、うん、だから、とっても自分の中にこの孤独とか孤児の心っていうのがすごく入っていた。My mother gave me away to her sister.、うん、だからお母さんはこの自分のことを必要としなかったから、お母さんの妹に自分を渡してしまったんです。For adoption because she was barren.、うん、で、この妹、お母さんの妹はこの不妊の人だったので、そういうことをしました。However, she told me home when I grew up because her sister was able to bear child again.、うん、そしたら妹さんのお母さんはもう一人のこの children を子供を与えました。At that time, I was not able to tell who my real mother was. だからそういうような人生を送っていたから、自分自身としてはこのジョーは誰が一体お母さんなのか、本当のお母さんは一体誰なのかなっていうところですごい混乱をしていた。I feel I was not needed like an extra child.、うん、だから全然こう自分としてももう認められてないし、必要とされてないようなもう余分にいる子供みたいな気持ちがいつも。I was not loved. そしてとっても愛されていることを感じなかった。When I was a child, I had a big accident.、うん、私がこの小学校の頃ですね、とても大きな事故に遭ってしまったんです。It was a man-made accident.、うん、ちょっと悪ふざけから来るアクシデントだったんですけども、事故だったんですけども。That I almost lost my life.、うん、でもその事故があったからですね、自分は生死をさまようような、それほどひどい事故になってしまったんです。Three hospital refused to take me. いろんなところの病院に行ったんですけども、その病院ももうこれは治療のしがいがない、もう治療しても難しいという判断をして、受け入れてくれなかった。Because I had blood all over my body. なぜならば、その病院に運ばれた時はもう全身が血だらけで、もうどうしようもないような状態だった。That is true. I was dangerous. うん、だから医者の人が見てくれるけども、見ると、ああ、もうこれは生死をさまようよな、難しい、死んでしまうだろうなという判断であった。So they refused to take me into their hospitals. だからそういう入院施設とか、そういうような施設にも連れて行って入院させてくれなかったんですね。This accident made me not easily trust people for over 10 years.、うん、だからこういうような事故があって、からですね、人のことというのが全然信頼できなくなってしまったんですよね。うん、I was not able to build relationship with anybody.、うん、だからこの幼少の頃だったけども、そういう事故があったおかげで、事故があったので、いろんな人とのこの関係を育んでいったり、うん、そういうことが全然できなくなってしまった。So I did not have a happiness and health during those years.、うん、で、まあ、それからというもの、この自分の中での幸せ感とか、そういうものがもう全然なくなってしまった。また不健康な状態がずっと続いてしまった。I lived in the darkness without hope.、うん、だから何にもどこにもこの希望を見出すことができなくなってしまったんですね。But God did not give me up. でも神様は決して私のことを見放さなかったんです。 My way of thinking was different from other people all those years. 他の人が思ってるような風には全然育っていけなかった。 But God has been working on me through healing and restoring my life.うん、神様はでもそんな私を諦めずに、私をどんどん癒してくださって、体も癒してくださって、そして回復させてくださった。どんどん神様によって近づけられていった。
every church activity like become an opportunity from God to heal me、いろんな教会に行っていろんな教会の何かこの癒しのことをしているようなところに参加したんですけども、そのことにととそのことによってもどん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 自分が癒されていったんですね。I'm like a newborn baby crying out loud at the church. で、その癒しのこのミニストリーというかな、教会の中でのそういう働きの中で、私はいっぱいいっぱいあの心から泣いたんですね。I have been weeping over and over during the DTS training.、うん、そしてこの、まあ、DTS この訓練の学校にいたあのもう入ることになったんですけども、そこでもいっぱいいっぱいいっぱいこの泣いて泣いてだったんですね。泣きまくりましたね。It was like my heart was torn apart.、うん、そしてこの泣くことによって私の自分自身の心がどん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 新しくなっていくということを自分はあの知ってった。And my life has become healthier day by step.、うん、で自分自身の人生がどん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 この新しくなるっていうことを経験していったんですね。 The biggest healing and restoration at the DTS this year is to get to know who I am and who God is、うん、で自分自身は失望の中にいたんだけども、でもこの訓練を通してこの自分の心が癒されて、また回復が与えられて、そして何よりも神様がどんな人だったかということを自分自身は知ることになった。それがとっても大きなことでした、私の中では。 My heart was set free、うん、そして今まで固くなだった心がどん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 自由になっていった。 Now because God's love filled me up greatly、うん、それはなぜかというと、その神様の愛が自分自身の中に満たされていったから。Now I have peace and smile. 今までは全然そういうふうなこの笑顔にすることもできなかった、人と関係を作ることもできなかったけども、でも今はこの心の中に平安が訪れて、そしてこの心から喜ぶことができる、笑うことができるようになっていた。I'm able to get along with people like a normal person. だから今までの普通の人みたいに、いろんな人との関係も築き上げるようなことができるようになってきた。It's all because God's love may happen. うん、それはなぜできたかって言ったら、それは神様の愛によって私は回復して癒されたんです。All the glory to God.、うん、それをすべての栄光を神様にお返しします。アメン。アメン。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい。いや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 。ちょっと、いいですか、はい、教会にそもそもあの行く きっかけとか、ご両親もクリスチャンだったわけなんですよ。 So are your parents a Christian or not? Yes. あ、彼の両親もクリスチャンだったそうですね、うん、あ、クリスチャン、はい、で教会なんかはちっちゃい時から行ってたんですか。 So you are, when you are childhood you, are go, you went to the church, right? Yes, yes.、うん、あ、そうなんだ。行ってたんですね。でもそういう体験をなかなかできなかった、できなかった。本当に神様とつながるというか、うん、神様の愛というのをはっきり分かることができなかったんですね、うん、でも体験しますよね、しんちゃんね。そうなんですよね、あのこのキリスト教ってね、うんうん、そうなんですよ、うん、不思議と ね、いろんな体験を、うん、そうですね、希望がね、うん、ないっていうのが、うん、一番辛いですよね、うん、そうそう、 The hopeless is very difficult、うん、分かりますよ、yes. 僕らとあのちょっと環境は違うけれども、うん、僕たちはあの塀の中で希望がなかったんですよ。だから希望がないっていう意味は分かります。状況は違うけどね。で希望ありますよね。希望見出したわけですね。でも、そう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 、刑務所で出会ったんですよ、あの僕らね、聖書ね、イエス様にね。They are met in the jail. なんですよ。はい、なんかね、リスさんからコメントがね、たくさん来てるんですよ。英語で来てるんで、ちょっと僕読めないんですけど、はい、残念ながら。残念ながら。肉体は、でもね、最後にね、肉体は医者が治して、うんうん、心は神様が治したなって。ああ、いいこと言うじゃないですか、アリスさん、はい、ありがとうございます、うん、はい、すご
doctor. はい。どうしますね。そうですね。なんか、はい。じんちゃん、なんか、感想ありますか？え、いや、はい、なんかね、あのね、うん、このね、あの、希望がなかったんだけど、うん、神様にこの泣くたびにこの新しくされていって、うんうんうん、そしてだんだん自由になっていったっていう、うん、心がね、解放されていくっていうかね。そうそう。僕もね、そこがすごく自分もクリスチャンになって感じたところなんですよ。うんうんうん、そしてね、あのこの前ですね、今度近所でね、うん、この FM 小座の近くに、うん、あの教会ができますけれども、うん、そこの牧師先生にですね、うん、まだ牧師じゃない時にですね、うん、あの僕をちょっと解放してくださいってこの間ね、うん、お願いしたらね、うん、お前解放されすぎだって言われてですね、はい、ちょっともうちょっとせっせしと言われました、ね、通訳に困るようなことあんまり言わないようにして、はい、はい、じゃあ曲いってみましょうか。はい、CM から次は。あ、そうですね。CM 行って、この後に、ちょっと、デビッドさんにね、はい、ピアノ弾きながら、で、歌は一緒にみんなで、皆さん、あのね、そのちょっと、歌がありますんで、ちょっと CM に一旦いいですか。おやぶんは、イエスタワー、はい、ということで今日はですね、ワイアム台湾から、台湾チームと、そしてワイアム沖縄の長澤さんをお呼びして、はい、お迎えしてお送りしております、おやぶんはイエス様。今日はですね、この台湾チームのですね、デイビッドさんが、なんとね、ピアノが上手なんですよ。それで今日ピアノですね、ピアニストなんでね、ピアノ弾いていただいて、そして可愛いお姉ちゃんが二人いますからね、あの、可愛いお姉ちゃんにちょっと、あの、歌っていただいてですね、これ日本語で歌ってくれるということで。と、中国語でね。中国語と。そうそう。はいはい。曲名はね、日本語では死体求めますっていう曲、名前の曲なんですけど、日本語と中国語で、あの、歌ってもらいます。はい。よろしくお願いします。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命。你是我唯一所求，让我心单单渴慕你，我心满意。
我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕寻求你。耶稣，愛します。愛します。心注ぎ。ただ、あなただけ。期待求めます。溢れる。溢れる。あなたを慕う思い、みそばに引き寄せ、天主よ、期待求めます。溢れる、溢れる。あなたを慕う思い、みそばに引き寄せて、主よ、期待求めます、期待求めます。ありがとう。素敵じゃないですか。素晴らしいですね。いや、日本語上手ですね。日本の歌はね、日本の歌なのに、ピアノも綺麗です。ありがとう、ありがとう。素晴らしい。ピアノ。ありがとうございます。うっとりしますね。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、なんかこんなね、綺麗な歌を聞いた後にこのコーナー行くのはちょっと。あるの？ちょっとなんですね。ちょっとあの、はい、今日のゲストのですね、リクエストなんで行きますけども、キャンパスクッキングのコーナーです。キャンパスクッキング。はい。タラタタタタタラタタタタタラタ。誰が行きたいか知らないが、刑務所のことを大学、拘置所のことを予備校と言います。そんな大学予備校では限られたものしか食べられない、出されたものしか食べられません。そんな中、その食卓を少しでも豊かにしようという涙ぐましい努力が日々行われています。そしてその努力の結晶である秘伝のレシピと作り方をご紹介して、ご家庭でも味わっていただこうというこのコーナー、題してキャンパスクッキング。イエーイ。今日ご紹介しますメニューは、みたらし団子。みたらし団子のようなもの、のようなもの。はい。材料をご紹介します。はい、材料は、バニラアイス、アイス、アイス、ベイベー、アイス、アイス、ベイベー、バニラアイスと、醤油、醤油、以上。いや、大丈夫？はい、大丈夫です。だらし、団子ですよ。はい、大丈夫です。あ、そう。はい、そして、材料のバニラアイスがお近くで手に入りづらい場合には、ドンドゥルマでも代用することができます。なんて、もう一回。ドンドゥルマ。ドンドゥルマ。ドンドゥルマ。でも代用することができます。こちら、ドンドゥルマは、はい、トルコのスーパーで簡単に購入することができます。ね、簡単にっていつも忘れちゃう。どこどこで簡単に手に入るって言うけど、はい、トルコまで行くのに何時間かかるんですか？あ、トルコはですね、何時間かかっちゃう。エールフランス、パリ経由で16時間です。うん、はい、それでは早速、大変、はい、トルコまで行こうが大変です、はい、溶けちゃうね、はい、うん、早速作ってまいりましょう、はいはい、まずはバニラアイスの蓋を外すそれ説明せんでも、そしたらこの蓋の裏側にですね、うん、バニラがついてる恐れがあるんですよ、うん、これは舐めてください、しっかり、はい、はい、その後にね、このバニラアイスの中に醤油を垂らす垂らす垂らす、はい、そして混ぜる混ぜる混ぜる、はい、チーン、出来上がり
どこが何ができた今何ができたんですか。みたらし団子のようなもの。団子どこにあるんですか。いや団子はないです。味いやだからようなものだ。あようなもの手に入らないんだから。これあれパート2だよね。みたらし団子前あったそう前って言ったよね。確かね団子団子ぜんざい何あれ白玉ぜんざいのぜんざいを全部食べちゃってそう白玉を使うっていう。そうで、なんかそれを醤油かけるっていうのはまだ分かった、うん、まだ、あ、なんとなくみたらし団子って、はいはい、今日のちょっと強引すぎるなあと、まあね、味がね、味がみたらし団子みたいになるっていうことね。そこはキャンパスですから、はいはい、なるほどね、しないんじゃないですか。分かりました、はい、ということで、はい、キャンパスクッキングのコーナーでした、はい、じゃんじゃんアメン、はい、いや素晴らしい神様ですね。このコーナーが何のためにあるかは分かんないですが、うんうん、はい、はい、キャンパスクッキングでした。いやー、はい、本当にね、でもね、うん、この大ねキャンパスクッキングが大人気でしてね、うん、もうこのキャンパスクッキングさえ聞けたら、うん、もう何も思い残すことはない、うん、いつ手に召されてもいいという人もリスナーの人、ね、はい、そういう人も結構いらっしゃるということで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日はですね、うん、はい、はい、デイビッドさんとそうそう愉快な仲間たちをお招いてですね、うん、お送りしております、うん、親分はイエス様です何の話してました。さっきいい話したらなあ、そうそう、すいませんね、うん、神様のね、はい、あ、そう、はい、そうだ、うん、この番組ね、うん、神様のこと話す番組だった。そう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 、そうなんですよ、忘れてた。はい、はい、ですね、はい、そうですね、今日はですね、うん、あ、そうね、このデビッドさんがね、うん、ほら自分はね必要とされてないっていうところから、うん、それからまた生死をさまようというところからですね、うん、救い出されて、まあ、神様によって変えられて、うん、今こんなににこやかな、ね、好青年に、はい、ね、Change your life and get a smile、うん、yeah.ね、スマイリーっていうあだ名をつけようかなと思ってますけど、うん、ね、はい、ということで今日聖書の言葉もう一つ、うん、ちょっとサービスしましょうか、はいはい、いつも一つだけど、うん、いいですか、はい、大サービスで、うん、マタイの福音書、はいはい、1章23節、うん、見よ、処女が身をもっている、うん、そして男の子を産む、うん、その名はインマヌエルと呼ばれるはっていう言葉がね、うん、あるんですけど、はいはい、この、まあ、インマヌエルっていう言葉はヘブル語で、うん、神は私たちと一緒にいてくださるっていう意味なんですよ。ああ、はい、周りの人々には何も問題なく幸せそうに見えるのに、うん、自分だけ辛い思いをしていると感じたことはありませんか。あります。デビッドさんも、ね、そういった辛い体験をされた、うんうん、はい、でもイエス・キリストは私たちを一緒にいてくださるということなんですよ、うん、はい、うん、自分の心を誰も理解してくれないと思える時も、うん、自分の未熟さや弱さを感じて自分自身に失望した時も、うん、主イエスは、うん、私たちと一緒にいてくださり、うん、私たちを慰め、うん、励ましてくださいますくださるのです。アメン、アメン、感謝ですね。感謝、感謝、はい、ということなんです。感謝これもほらクリスマスの時のあれだから、うん、ちょっと言ってみましたけどサービスで、はい、はい、インマヌエル、インマヌエルね、神は私たちと共にいてくださるっていう意味です。そうね、神様がね、はい、一緒にいてくれなかったら、うん、今頃どうなってたんだろうって感じですよね、デイビッドさんね。 So if God's not here, what should you do? What should I do?You mean you don't have a no life, right? No. You don't have a no life. If God's not here. No hope. I will feel no hope. まだ全然希望を見出してなかったでしょうね。そうですよね。神様がいなかったら。ね。Yeah. 神様は光を与えてくださいますよね。Yeah. はい、あ。神様のどういうとこが好きですか？ So, which part do you like about God?Which part? Ah, 優しいところ。God is faithful, God is kind. とても誠実で、また優しい方が大好き。God's love is very, is wonderful. 神様の愛は本当に何事にも変えることができない。アーメン。とても素晴らしいものです。アーメン。アーメン。アーメン。いやー。なんかもうすぐクリスマスですけど、
なんかこのラジオ聞いてる方に長澤先生からでもあのデビッドさんからでもいいですけど、なんかメッセージ。Almost Christmas season. So do you have like any message for the Christmas? ある？あります？Hello everyone. 皆さんこんにちは。ちょっと無茶ぶりだったから。大丈夫だ。God love you. 神様は本当に皆さんのことは一人一人のことを愛してますよって。Jesus is good. イエス様はとても良い方です。アーメン。アーメン。You should spend your life to know God. 自分たちの人生をこの神様を知るということにもっともっと費やしたらいいと思います。Because God can change your life. なぜなら神様はあなたの人生を変えてくださるから。And your life will be changed. Have so many beautiful things will happen. そして神様は自分たちの人生を本当に変えてくださって、とても良い方に導いてくださる方だから。Hope everyone have a good Christmas. そして皆さんに本当に祝福あるクリスマスをお過ごしくださいって。God bless you. 神様の祝福ありますように。アメンアメンアメン。ハレルヤ。はい。ありがとうございます。今日ね、あとお知らせもあるよね。お知らせ。ね。はい、あります。もう曲行ってから行きましょうか。はい、はい、曲を次の曲は、素晴らしいホーリーナイト。
親分はイエスだ。かわいい。慌てて教えます。はい、失礼しました。はい、大半チームによる親分はイエス様でした。はい、はい、ということで、はい、メールが来てます。メール、はい、お名前、シャオリンさん。シャオリンさん。シャオリンさん、こんにちは。しんちゃん、けんちゃん、こんにちは。こんにちは。なんだか今日はグローバルな感じな番組になってますね。生演奏で歌が聴けて、なんだかハッピーになりました。ありがとう。アーメン。どうもどうも。ありがとうございます。どうもどうも。グローバルなね、番組なんですよ。はいはい、アーメン。はい。これもう一つ来てますか？うん、大丈夫ですね。はい。はい、それでは、ですね、ここまでですね、うん。そうね、今日ね、台湾から、はい、ワイアムの、台湾のチーム、デイビッドさんと愉快な仲間たちにお越しいただきましたけれども、はい、ありがとうございます。はい、お知らせがあります。はいはい。ですね、12月の25日、湯河風協会、さっきも話しましたけど、うん、こ近くで、うん、FM 小沢の近くなんですけど、うんうん、湯河風協会っていうところがね、はい、うん、できました、できま す, できます今度、うん、そして、はい、ここで、子ども食堂というのを1月から始める予定なんですけど、プレオープニングとして、うん、クリスマスに1回目の子ども食堂を開催します。たくさんの子どもたちが楽しい クリスマスを過ごせるように、うん、おじいちゃんおばあちゃんお母さんもぜひ一緒にお越しくださいということなんですが、はは、お高いんでしょ。ああ、クリスマスだからね、いっぱい料理用意してるからね、うん、お高いんでしょというのは冗談で、はい、もちろん無料です。いやー、はい、ハレルヤー、はい、12月25日、はいはい、クリスマスですね、うん、金曜日の午後5時から、はい、湯河風協会、うん、沖縄市住吉1丁目 7-35、はい、元住吉会館って言った方が分かるかもしれないですね、はい、小座ボーリング場から、小座十字路の方に向かうと、うん、左側に、はい、青い屋根の建物があります。湯河風協会です。はい、よろしくお願いします、はい、電話は 080-2707-4416、うん、080-2707-4416、はい、はい、です。です。詳細は NPO 法人プロミスキーパーズと、うん、NPO 団体のウーマンズプライドというところです。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、子ども食堂プレオープン&クリスマス会のお知らせでした。はい、はい、はい、ということでですね、はい、今日はね、台湾のからデイビッドさん来てますで、そして、そのね、体験してされてきた、まあ、辛い思いをしてきたけど、今、イエス様と出会って、とってもハッピーと、イエス様、ラブ、ラブ、ラブというところで、いい話をね、聞いてね、この笑顔にもね、癒されますけども、本当にありがとうございます。はい。Thank you very much. Thank you very much. なんかね、台湾って言えばね、僕たちはとっても台湾に縁があるんですよ。うん。うん。台湾。うん。台湾からですね、毎月、先生を招いて、セミナーを受けてまして、ですから、台湾にはもうすごく馴染みがあって、うん、私は台湾をね、第二の故郷だと思ってるんですよ。行ったことない。行ったことないでしょ。それ、ね。行ったことある人が言うんですけどね。よく言う、あるよね。そういう言い方ね。はいはい。まあ、台湾ね。だから、ね、一回ね、台湾行ってみたいなと思うんですけど。そうそうそう。行ったらちょっと、よろしくお願いしますよ。行ったら案内してくださいね。大根の台湾行ったら。も食べさせて。うん。美味しいの、美味しいの。美味しいよね。美味しいの。手ぶらで行きますから。大丈夫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 もう待たいもう待たいもう待たいはいはいということでですね、はい、長澤さん最後に何か1分で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 メッセージお願いします。
ですね、私も本当にイエス様と出会う前って、はい、本当に生きがいを探してたんですよね、はい、どこ行くのが一番自分の満足しているところなのか、うん、どこ行くことが自分の一番の喜びなのか、うん、そういうことを今自分では探しながら人生歩んでいたと思うんですけども、うん、でもそこに希望は見出せなかったんですよね、うん、でも本当のこの教会と出会ってまたイエス様と出会うことによって私もこのデイビッドさんと同じように人生が変えられていった、はい、またこのパーソナリティの方々と同じように人生が変えられていった、それが自分の考えている人生よりはるかに良い人生が待ってるということを皆さん覚えてください。そしてこのクリスマスのシーズンですけども、はい、本当にこのイエス様のね、うん、誕生またイエス様がどのようなことをされたのかということに目を向けながら、はい、素敵なクリスマスを本当に過ごしてほしいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。すごいっす ね、 ですね。何がすごいって1分でって言ったらぴったり1分でやってくれたのが素晴らしいです。はい、さすがすごい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい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 、はい、いや、いい具合に時間になりましたね。そうですね、ありがとうございます。はいはい、ラジオを聴きの皆さん、今悩んでる人、苦しい思いをしてる人はいませんか？家族、友達、学校、職場などでの人間関係の問題、経済的な問題、薬物依存、アルコール依存、ギャンブル依存などの依存症や病気で苦しんでる方、悩んでる方はぜひお近くの教会を訪ねてください。問題は必ず解決します。私たちも以前は自分ではどうしようもない問題を抱えて絶望の中にいました。でもイエス様を信じることによって、教会へ行くことによって希望に満ちた楽しい人生を歩んでます。こんな私たちでも変えられました。こんなデビッドさんでも変えられました。あなたもきっと変えられるはずです。聖書の中でイエス様はこう言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。アーメン。イエス・キリストは、教会はあなたを歓迎します。何でもできる本当の神様、イエス様があなたの問題をすべて解決し、あなたを祝福してくださいます。なぜならイエス・キリストはあなたを愛してるからです。あなたは愛されてます。イエス、愛に。アメン。アメン。アメン。はい、アメン。番組では国際ギデオン教会の協力により聖書を配布しています。 FM 小座のお近くにお住まいの方は FM 小座まで取りに来ていただければその場で差し上げます。遠くて取りに行けないよという人は番組宛にご住所、お名前を記載して聖書ちょうだいとメッセージを送っていただければこちらからお送りいたします。もちろん無料です。またユーストリームでも配信しています。FM 小座のホームページから簡単に見ることができますので、そちらもご覧ください。はい、ということで、デイツさん、それから長澤さんとお姉ちゃん、ありがとうございました。お姉ちゃん、ありがとうございました。謝に、謝謝謝謝謝謝。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ございます。また来てくださいね。はい。最後一緒でやろうか。はい、そうね。はい、今日もあっという間の1時間でしたけれども、皆さん最後までのお付き合い、シェイ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 。今週も1週間元気に過ごしてくださいね。また来週お会いしましょう。親分はイエス様。